ちょっと、アイスを食べながらね、作業でもしようかなって思ったら、今日、レイコの誕生日みたいで、あ、これちっちゃい木かわいいな。なんか、若木の S と M から成長しないでほしいんだけどさ。今日、レイコの誕生日らしくて。よいしょ。あれ？ちょっと待って。え？いつ？ 4 月 19？ 待って待って。今日何日？今日18か。あー、じゃあジュベッティは明日だね。明日ジュペッティで、レイコが、すごい。ジュペッティとレイコの誕生日、ものすごいアピールするじゃん。超アピールするじゃん。そんなアピールする。デュエット始まっちゃったか、これ。ドライブの。うん。ちょっとね、プレゼントを、明日誕生日のジペッティから手紙が来て、催促かな、プレゼントの。レイコは結構、なんだろうな、まあ、1、2、3号地の住民なんで、内装が、固定化されてるやつなんで、家具を送ってあげてもいいかなと思います。で、前横に置いてた、キュートなソファ。これこれ。これ、ピンクの方がいいかな。ピンクにしよう。これをね、あげる。で、ラッピングに積む。ラブイラッピングあるんで。ほら、ピンクの。ピンクのラブイラッピングあるからさ。これに積みます。これはね、これ違うの。これ確か果物だった気がするから、ちょっと。これは、ジェシカにあげる。とりあえずこれを積んで。ちょっとのんびりね、壁紙を探す作業でもしようと思ったんだけど。てか、住民の誕生日をさ、動画で祝うの初めてなんだわ、おそらく。この木は後で。せっかくなんでね、やっぱレイコ結構長いことね、ここにいてくれてるんで、お祝いをしたいと思います。まだやってるかな？誕生パーティー。てか、誰が来てんだろう。アイス食べながらやっていくんだけど。二人だけ？ああ。けど？ケンオジ仲いいんだ。なんだその名前ね。待ってんだろ。レゴの顔で顔。もうニヤニヤしっぱしてるよ。あんなの見せられちゃ、こっちまで嬉しくなっちまうよ。あ、パーティーまだ俺これからガンガン盛り上がっていこうぜ、ご報告。ガンガンご報告。うん。そうなんだ。バスケーキも食べるし、プレゼントでもあるし。あ、もしかして井上さんプレゼント持ってきてくれたの？けど？けど、けど、けど？ちゃんとあるよ。おじいちゃん、壁に向かって歌って。うん。じゃ、見てみ。あ、まさかのキュートはソファじゃん。あんたがもらっていいのかな。へへへ、大事にするって約束するよ。にもちゃんってやっぱりプレゼント選ぶの上手だね。けど？けど？うん。いえいえ。けど？けど？けど何？うん。私、けど？おじいちゃん何あげたの？で、焼きバースケーキでな、レイコのやつ。あれを一人食うつもりかね。俺、甘いもんあんまりだから、想像するのやめた方がよさそうだ、ごほうごほう。おじいちゃん、やっぱ硬派だね、結構ね。バースでお祝いしたことによって、マイルが解放されたっぽいぞ。あったあったあった。誕生日お祝いしよう。どこに住んでいる仲間だったも、友達のバースでお祝いしてあげるのは素晴らしいことだも。熱い友人に敬意を込めて、何ヶ月かマイルを進呈するだなも。パーティーの盛り上げ役。もうさ、マイル1、1、10、100、1000万、10万、10万。ふわっ！すごいね。ふんふんふんって言ってる。かわいいね。めちゃ今日おいしいに来てくれて本当にありがとう。あと寄りすぎてさっきの胸がいっぱいだよ。けど？けど？毎日、おじいちゃんなんかおじいちゃんと孫みたいだよね、これね。構図が。てか、ジェシカは、ジェシカ来てないの。ふん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 。かわいいね。もうちょっとなんか いい感じにばらけてくれませんか。壁際は。ああ、なんでメイトじゃ。まあ、いっか。よし。じゃあ、レゴありがとうね。ありがとうね。ってか、おめでとう。うん、帰る。いえいえ。うん。ソファーが飾られているか、また監視に来るわ。
レイコの家の横に化石が埋まってる。ジェシカ行ってあげないよ。何してんの今。寝込んでるとかじゃないでしょ。結構な、あれだろ、窮地の中だろ。何してたの？レイコの誕生日だよ。うん、なんもない。まあ、あんまり変わり映えしないよね。うん。え、てか今日レイコの誕生日ですけど。ジペッキは何が喜ぶだろうね。ジペッキのタンプレも用意しとくか、今。DIY やってるみんは。レイコあんまり仲良くないのか。上のおじいちゃんとしか、あんまり交流ないのかな。みんなのアイドルなのに、レイコは。なんかやってるし。よ。最後の道なんてわんやん。止めたったんで、バラの冠シェイクを作ってるんですよ。バラの冠シェイク知ってるよ。そうね、まあ一応取っておこうかな。ありがとう。バラの冠シェイクの輪が広がると嬉しいです。あ、そういえばキュートな、ランプを、アリゲッティにあげようと思ったね。ジュペッティは、なんか、星系の家具とか、あ、もしくは、遊び心のあるおもちゃ系が好きそうだよね。アリエスの木馬とかも、あげられそうな、あ、これもいいかもな、ピスケス。あるかな、ウォザのかけらがそもそもで。金鉱石結構、ないから、ちょっと、ウォザのかけらがあっても、うちんちの前で釣りをしてらっしゃろう。オタク。そうか。釣れるといいね。餃子のかけらあったかな。あ、魚座ないな。魚座ねえや。何がいいかな。あ、これもいいかもな。綺麗だし。もしくは、これとか。これいいかもな。イースターのバルーン。これ好きそう。こっちにしよっかな。どうしようかな。地目玉、葉っぱ玉、空玉にしよう。これなら、幅取らんし、飾ってくれるやろ。うん。よし。これは明日、ジュペティに、プレゼントしよう。さて、じゃあちょっと焦点見て、コツコツ作業でもしようかね。もうあと大掛かりな工事あんまりないと思うんだよな。しばらくだから5月のイベントが来るまで、おお、増えてるし。5月のイベントが来るまでは特に、撮ることも、撮るシーンがあんまりないと思うんだよね。なんか引っ越しフラグでも立たない限り。あ、チェスも好きそうだな。チェスでも時間置きされても困るから、まずテーブルを上げないといけないしね。うん。誰か。あ、これもありだな。待って、これ何？これダークね、次。あと、隣の。これも。うん。ちょっと一回これで。聞いてみよっか。ごめん、ちょっと手紙も、登録しよう。また発表マカデミーか。ここはね、いいんで、一階の奥の部屋はね、散らかし部屋なんです。だから閉めてんでしょ。笑顔がもしに向く、もっと君と親しい関係になりたくて僕らに考えたらさ、親しっぽ悪くないけど、真摯な僕はそういうの苦手でね、こうした時々メッセージ方や思いを伝えていこうと思うんだ。いい考えだろ、ジペッティ。親しっぽ意外と苦手なんだ。なんでやろ。遠慮してんのかな。よいしょ。やだ、家の近くにイガがいるわ。さて。あ、でも悪かないんだけどなぁ。そしたらもっと壁もダーク系にしないと、ちょっと、釣り絵が取れないか。うん。やっぱ、赤レンガかなぁ。意外とケンタ、センスいいやんけ。見直したわ。ちょっとガーデンライトを、ポチポチ、設置していこうか。ここら辺はもう明るいからいいとして、ちょっと暗いから、スロープでつまずくといけないので、ここと、ここだね。ここ。それから橋のところも危ないので。ここと、魚逃げちゃった。ここ。あとこっち側にも。
あんまりあれだ、しっかりと木が育たん、木育たんでもいいか。これ、この状態で留めておいてくれればそれが一番いいんだが。意外とここまで住人が来るのであれば、そこのベンチも使ってくれそうではあるね。希望を持とうか。ここから向こうに並べておく。あ、紫のバラなったね。成長したね。このままちょっとじょうろ使って繁殖させようか。紫のバラね、この島では初めてだからね、大事にしたいよね。これはこまめに回収していこう。もったいないんで。もう大きくなるよー。ここら辺も。あとは、ここら辺に水をかけておけば、勝手に、どうにかなるやろ。お、こっち側にもかけといたるか。あと、どっかで、あ、そうだ、ジェシカの家の前で、ユリの、ユリじゃない、なんだっけ、菊の花をちょっと交配させてるんだった、緑の。緑の菊作りたくてね。ついでに、あれだ、赤いラッピングの袋も、ラッピングしてるやつもあげてくるか。これこれこれ。よくわかんないんだけど、赤黄で交配して、で、できた黄色と黄色、交配した黄色と黄色をさらに交配させると緑の菊ができるらしいです。さて。これ自治会の話しかけて。確か、梨だったかな？果物。果物だったと思うんだよ、中身ね。違ったら、ウケる。違ったら笑ってくれ。うん。やばいだ、梨だったね。うん。めちゃめちゃ最高の人しなんだね。ありがとう、ニモ。梨か。おゴングまたゴングゴングどんだけ持ってんだよ。これゴング誰からもらった？2個持ってるぞ、ゴング。ああ、大事な話をしちゃったんだ。その誕生日に確かくれた花を。それはもうちょくれ、なんでちゃんと見ていてやらなかったんだって自分責めて思うさ。でもね、白い花をよく見たら、なんと種が残ってたんだ。だから今度はちゃんと育てるよ。このチェシカの何かけて、何しか。いいね、頑張れ。あとベッドは1個撤去してもいいぞ。毎日ね、なんか果物をあげていこうかな、みんなに。ね。結構、そこら辺に、そこら辺ってか、その、果樹園に実ってるから、ラッピングして、みんなで毎日プレゼントしていって、なんかお返しを、期待しよっかな。ね。あと、ジーヤにここら辺を片付けてもらわないといけない。間違えた。これはもう覚えてる。ジーヤにこのお金もあげよう。ツールカート、ガイド、ツールカートもジーヤにあるよ。あ。あとでジーヤにチェンジして、持ってってもらわないといけない。ゴングは、やっぱこれか。ファイ！結構いい音するんだよな、これな。パンタさ、歯がすごいんだよ、歯が。一人だけなんか歯はむき出しなんだよね。ちょっと怖い。最後、ここ行って一回閉めるか。プロム系のやつって、なんか、ショッピングで売ってるやつだけかと思ったら、どこだ？頭飾り、あれ？あ、あったところ、これプロムの。プロムなティアラってのがあって、これ一応金のやつをさっき買っておきました。これが12人さ、あれ、カバン背負ってるせいで袖がまくれてる。リップです。これ、あれだよね。なんかこれに似たようなやつをさっき、ペコちゃん着てたね。かわいいな。シンプルでかわいい。これ買っとくか、一応。これに、これとかね。かわいいね。キャスケット。あ、麦わらもちょっとあれだな。で、靴はちょっと、今日はいいのないな。うん。いいんじゃない？うん。これ買っときましょう。おしゃれしてるかもしれんし。どうのおしゃれしていくねんって話だけど。いや、ここら辺もなんかな、結構来てくれてるのが多くなってきたからな。これでもあんまり、見ないな、これ。こっち側のやつ。私が今着てるこの制服の方ね。
制服じゃなくてパーカーとこの上のやつは結構多いんだけどね。服についてくれ。うん。ありがとう。え、そうそう、行くね。はーい。魚釣りしてもいいかも。今4月の時間にいるから、時間軸にいるから、何が釣れんだろうな。あ、水やり忘れた、1日。もったいね。海釣り行くか。あれ、今日来訪者誰だ？ローランか、レックスか、ジャスティンか、そこら辺動き回ってる奴らだろうな。広場にいないってことは、そういうことだろう。中坂か。多分もうこれ納品したよな。いざ釣りをしようと思うと、なかなか魚がね、見つかんないんだよね。鈍感でよかった。おっと、ガラハバスか。こっちはいねえな。そうだ、反対側の海岸の可能性もあるね。ちょっと行ってみよっか。あー、ローランの可能性もあるか。ローランだったら壁紙床買いたいな。来訪者見つかないときどうしたらいいんだろう、ね、あー、ゆうたろうの可能性もあるか。20時過ぎになったら出てくるから。うん、いないってことはゆうたろうだねー。ごめん。何時？見えない。見えない。いいや。まあ、とりあえず過ごしてみて、なんかいい感じのアイテムくれたらまた、ゆうたろうは店は作ってあげよう。でちょっと いつもヤフラが襲ってくるかわからないんで、一回これ切ります。じゃねー。あ、待って。風船の音する。よし。これ確認したら、終わろう。ウェンディ。木製テーブルミラー持ってるね。うん、壁掛け扇風機。はい。よし。ありがとうございました。また後ほど。バイバーイ。